ジョン・メイヤーはアメリカ合衆国のシンガーソングライター、ギタリストである、コネチカット州生まれのユダヤ系アメリカ人、バークリーを音楽大学中退。ギタリストとしての評価は非常に高く、若手ながらすでにエリック・クラプトンやバディガイ、BB ・キングなどの大御所、ブルースギタリストとの共演を果たしている。ベイ・ローリング・ストーン氏の2007年2月号では、 ジョン・フルシアンテ、デレクト・ラックスと共に、現代の三大ギタリストに選定された。ジョン・メイヤーは、1977年10月16日、コネチカット州ブリッジボートに生まれ、コネチカット州フェアフィールドで育つ。8歳の時に、映画、バック・トゥ・ザ・フューチャーで、チャック・ベリーのジョニー・ビー・グッドをマイケル・ J ・フォックスが演奏しているのを見て、ギターに興味を持つようになる。 そして、13歳の時に、父親からギターを貸してもらう。また、近所の人からスティービー・レイボーンのアルバムが入った、カセットをもらい、ブルースに夢中になる。大好きなスティービー・レイボーンに加え、ジミ・ヘンドリックスやスティングも聴くようになる。2年間の練習を経て、16歳になったメイヤーは、地元である、東海岸のバーなどで演奏するようになる。ソロでの活動に加え、 ビラノバジャンクションというバンドのメンバーでもあった。17歳になった時、彼は体調を崩し、数日間入院した。その出来事がきっかけで作詞作曲に目覚め、病院から帰宅した夜に初めての歌詞を書いた。高校を卒業後、彼はガソリンスタンドの店員として15ヶ月間働く。そのお金で、1996スティービー冷房音ン。 シングネーチャーストラトキャスターを買い、今日まで使っている。1996年、19歳のメイヤーは、マサチューセッツ州ボストンにあるバークリー音楽大学に入学。彼は、クレイ・クックと友達になり、一緒に曲を書く。1998年に楽器を終える前に、彼らは大学を中退し、クックの出身地であるアトランタへ行く。彼らは、 ローハイマスターズという二人組のバンドを結成し、エディズ・アティクというミュージックバーで演奏。それからすぐにメイヤーはポップへと思考が傾き、音楽の方向性に違いを感じるようになった二人はバンドを解散。ソロ活動を始めたメイヤーは、1999年に、インサイド・ウォン・ツ・アウトという EP アルバムを自主制作し、発売。このアルバムには、クックと共作した、ノーサッチ。 シング、ネオンという曲も含まれる。2000年3月、メイヤーはサウスバイサウスウエストに出演するためにテキサス州オースティンへ向かった。彼の演奏はコロンビアレコードの子会社であるアウェアレコードの目に留まり契約を交わした。2001年6月5日、アルバムルームフォースクエアがアウェアレコードからリリースされた。続いて行われたツアーが好評であることを受け、 2001年9月18日、コロンビアレコードは、メイヤーのメジャーデビューアルバムとして、ルーム4スクエアをリリースし直した。そのアルバムのジャケットは新しいものとなり、3X5 が加えられた。また、インサイド・ウォン・ツ・アウトから、ノー・サッチ・シング、バック・トゥ・ユー、マイ・スチューピッド・マウス、ネオンの4曲を、スタジオバージョンとして録音し直した。2002年の春までにアメリカチャート、 ビルボードを200の9位を獲得し、80週連続でランクインした。アメリカのラジオ局では、メイヤーの初のシングルである、ノーサッチシングや、You デ r e Bodies Wonderland、ホワイジョージアが何度も流されていた。ローリングストーン氏では、注目すべき10人のアーティストの一人として、メイヤーの名前が挙げられた。彼は、テレビや有名な雑誌で人気者となり、2002年に、 行われたコンサートの多くが完売となった。2003年には、You are Body is Wonderland というシングルで、グラミー賞のメールポップボーカルパフォーマンスを受賞。2014年10月、メイヤーは、ツイッター上で、フェンダー社と決別したことを発表した。僕のシグネチャーストラトキャスターを買おうと考えている、みんなへ。シグネチャーストラトキャスターはもう生産されることはなく、僕はもう、 フェンダーアーティストではありません。フェンダーギターは大好きだし、これからも使い続けるけど、フェンダーという会社は僕が彼らと付き合い始めた時から変わってしまったんだと述べている。それ以降は、ポール・リード・スミスのギターを使用している。PRS はオリジナルシェイプやギブソンライクな製品が中心でたアーティストのシグネーチャーモデルのデザインもそれをベースにしたものが、 ほとんどだが、メイヤーのためにストラトシェイプのシグネーチャーモデル、シルバースカイを制作している。メイヤーが最初に聴いた、グレートフルデッドの曲は、アルシア。2011年にストリーミングサービス、パンドラで聴いて、衝撃を受けたという。2015年1月に、プロデューサーのドン・ウォーズの紹介で、ロサンゼルスのキャピトルスタジオにて、ボブウェアと、 ミッキーハートと初対面しデッドカンパニー結成の話がスタートした。2015年2月、ホストを務めた CBS のザ・レイト・レイトショーにボブ・ウェアをゲストに招き初共演を行った。2015年10月29日、ニューヨーク州オールバニーの公演から、グレート・フル・デッドのオリジナルメンバー3人と共に、デッドカンパニーの公演活動を開始している。 数々の女優と浮き名を流している。2002年にジェニファー・ラブ・ヒューイットと交際。ルーム・フォース・クエアーズ収録の You r e Body Is A Wonderland は彼女についての曲だと世間では思われているが、この曲は彼女と出会う。以前の2000年に書かれたものである。2006年の夏からはジェシカ・シンプソンと9ヶ月間交際。翌年5月に破局。同年9月に 女優のミンカ・ケリーとデートを開始するが、年内に別れる。2008年4月から2009年3月まで、一時期別れたが、ジェニファー・アニストンと交際。2009年の終わりから2010年2月まで、テイラー・スウィフトと交際。2012年夏頃からケイティ・ペリーと交際していた。2013年のアルバムでは、ケイティと共演している。2010年のプレイボーイ・シとのインタビューで、 過去に交際した女性たちの打ち明け話や人種差別的発言が物議を醸した。腕時計の愛好家としても知られており、世界的な時計ブログ、保人系にもたびたび登場している。ツイッターさるセレブが増加、フォロワーと衝突も、ロイター、httpjp、ロイター .com、アーティクル、エンターテインモントネズ、 イジプジャパンマイナス -17 兆2458億2千1 0万9152010年9月15日、閲覧。ありがとうございます。